点々に括弧して、のん点にプリダ、あるいはチダという言い方があるんですけども、まあ、全然これ嘘つかないですよね。まあ、私はどっちかというと、点々チダっていう感じで、よく使ってるんですけども、これ全然違います。これチダってのは打つという意味ですね。これ点、これ点っていう時は何かというと、金が、なんていうことはなんていうんですか、管か。あ、チンとかね。僕は点って言うんですよ。よくクイズ番組で、外れてたら点とか言うわけですよ。日本ではチンかな。まあ、普通にこれが点って言ったらそういう意味で、これ点々、点々って言うの、チだって言うと、もうこれはもう何かすると、これサボるって言い方なんですよ。授業をサボるとか。よく使いますよ。今日はね、大学の授業をサボるとか、点々チタとかね、うん。これよく使うんです。なぜこれできたかというと、今韓国にいるね、もともと日本にいた駐在員のこの男性が、いや、石橋さんこれ、日本語で何て言ったっけって感じで聞いてきたんですよ。で、それで、ああ、そうかって感じで、その内容が1、2、3、4、5つあったので、まあ、今日はその5つをね、紹介したいと思います。